今多くなっています。何じゃあんなもん鬱陶しね、本当に。そうです、うん、はい、ということで黒田君や、あれもうとってもええ。冷た、大丈夫、あれ全部全部取らない、あれやろ、全部いけるこれ、うん、痛痛いで、こんなの女の子2つか、ほら、大丈夫？うん。エリソルもする、うん、エリソル、うん、危ないな、あ、クロス持ってこなかった。伸びたな。知って伸びてる。え、いい？もう。医療にます。寝るといいし、腹減ったし、もうおにぎりするちゃがちゃがや、おにぎりするか、頭臭いしご飯でいい。あれ、金銭の会、昨日の残ってたのだもんね、カリカリなんて使ったら金銭だと思う。冷たい。大丈夫？大丈夫だねけど。もうバリカンパッと入れて終わりやで。うん、しなきゃいけないということで、今までよりも多くの修繕積立金が必要になった結果、積立金の値段が上がっているところが今多くなっています。あ、なんじゃあんなもん鬱陶しね、本当に。そうです、うん、はい、ということで黒田君や、んなります。あれもうとってもええくらい、知ってあれやったもんな、今年の夏を今気がついてとってもええって。平均はですね、買った時よりも大体ですね、30年ぐらい経った時に修繕するというところを考えると大体 3.6 倍なんだそうです。で、あー寒い。70平米の部屋に当てはめますと、買った時は
毎月修繕積立金7210円だったのが、とってもええ、とってもええ、取るかも。中にはこれが修繕積立金よし、じゃあもうバリカンに出るね。うん、ヒゲも一緒に入れていいやろ。うん、伸びてるな。うん、伸びてる。うん、すごい伸びてるわ。昨日でもちゃんと臭いなかった。昨日でも。林組に参加したら何？バリカン全部？うん、いや、床屋？うん、床屋でバリカン。ハサミとかじゃないやろ、さすがに。うん。頭の後ろやっぱもうぺちゃんこやわ、毛が毛がもう寝てもて、寝てたね。あ、でも前散髪したよりもなんか臭くないな、なぜか。一周回ってるかもしれない。すごい伸びてるな。ほら、頭終わってから頭拭く？ファンでいい？軽く拭く？何をやってる。まだ落ちるよ、めちゃくちゃ。ついてきます。その青いの取ったら、ブルーなの。ナイロンが付いてる。しまいぞ。はい、おはようございます。はい。散髪中に来んなよ。すいません、バッテリー新品やで、ここに入れることはねえか。